はいどうも、陽介です。この度もご視聴ありがとうございます。本日は久しぶりのマンスリー植物、9月に買った植物の紹介とさせていただきます。はい、このシリーズかなり久しぶりかなと思います。7月、8月と、購入してなかったので、そうですね、3ヶ月ぶりのシリーズとなります。で、まあ今日はね、もうちょっとサクッと紹介していけたらなと思うんですけれども、まず今日紹介する植物は3点ございます。で、そのうちの2つは、まとめて、購入いたしました。そうですね、あの9月の初週、多分1日2日とかなんかそれぐらいやったかなと思うんですけれども、植物屋さん巡りという感じでふらっと、植物屋さん向かってたんですね。まあお昼ご飯を食べてる時にですね、インスタグラムをずっとぼーっと眺めてたんですよ。行儀悪いんですけど、はい、で、インスタグラム見てたらね、ストーリーズやったりとか、まあ、投稿とかで、まあ、なんかホールの一室みたいなところで、まあ、即売会みたいなのをやってるストーリーズなんかが結構流れてきてまして、なんやろこれっていう感じでちょっと気になってたんですよ。で、まあ、いろいろそういうのを調べていってすると、大阪どこか忘れたんですけど、で共選会という即売会とオークション競りが行われるイベントみたいなのがあったんですよ。まあ、そこに、急遽向かうことにしました。もう全然そんなね、あのイベントがあると知らずに、たまたまインスタグラムを見てたら、あの見つけて行くことになりまして、はい、行ってきました。そこではね、たくさんの植物屋さんが、即売会を行っておりました。で、部屋の半分ぐらいであの展示会やったりとか競りのコーナーがあって、すごかったです。僕ああいうところに行くの初めてなんですけど、でもすごい世界が広がってましたね。競りなんかね、マジでみたいなすごい世界に入ったなと思って、怖かったです正直怖かったです。で、まあ僕はまあその競りとか別に参加することもなく、あの植物屋さん、いろんな植物屋さんがね、あの出てたところをぐるっと回ってました。で、そこで2つ、購入したので、まずその2つ紹介したいなと思います。まずどうしようかな、こっちからいこうかな。まず1つ目、こちら、じゃん、これがね、パキポディウムマカイエンセでございます。未生ですね。未生のマカイエンセでございます。僕実はね、去年購入したんですよね。いつも行くお店、あのラットガーデンさんでね。めちゃめちゃ形のいいマカイエンセ、購入したんですけれども、まあ、多分動画でもお話ししたかなと思うんですけれども、まあ、ちょっと目覚めが遅くて、目覚めたんですよ。葉っぱ出してね。葉っぱ出して目覚めたんで、他の、あのパキポディウムたちと一緒のタイミングでブワーって水あげてたんですよ。そしたら、ね、あの、ちょっと量が多かったりとかしたのか、根腐れを起こしてしまってまして、ちょっとね、帰らぬ株となっちゃいました。で、まあね、それがすごい悔しくって、うん。で、まあ、たまたま行った、そこでね、このマカイエンセの微生が売られていたので、再度リベンジしてみようかなと思って購入いたしました。ちょっとね、お店がね、いっぱい種類、いっぱい、あの、店舗が出てたんで、まあ、どこで購入したかっていうのも、ちょっと忘れたというか、覚えてたりもあるんですけど、まあ、今回はちょっと伏せさせていただきます。マカイエンセの未生でございます。これがね、結構可愛いですね。この子はね、もう次も失敗しないようにしないといけないですね。はい。マカイエンセでした。はい、続きましてですね、同じその共選会というイベントで購入しました、こちら、はい、ちょっと葉っぱがね折れちゃってるんですけど、こちら、これがね、パキポディウムマカイエンセに似たパキポディウムと言われてました。パキポディウムビカラーという種類でございます。これがね、なんか僕はまあそこまでその種類とかがわからないんです。有名どころしかわかんないんですけど、それで、まあ、見た時にこのビカラーって何やろうってずっと思って気になってて、見てたらそこのお店の人が、まあ、ビカラーっていうのはマカイエンセに
似てる種類ですよっていうことを教えてくださいました。でまあ僕もそんな名前の植物は初めて聞いたので、まあ、ちょっと試しに成長どんなになるのかっていうのを気になったんで購入してみました。なんかトゲの具合とかがね、前購入した、その去年購入したマカイエンセに結構似てるんちゃうかなと思って、はい、トゲの太さとかね、ちょっとね、あの子を彷彿させるようなシルエットやったんで購入を決意しました。これからの成長がね、ちょっと楽しみな一株でございます。まあ早くもね2点紹介終わりました。他にもいっぱいね、欲しい種類っていうのがたくさんあったんですけど、突発で行ったんでね、購入目的というか、あのそういうところに行くという意思で行ってなかったんで、急に見つけて行こうみたいな衝動で行ったんで、うん、まあ、この2つしか買えなかったという感じです。続きまして、もう早くも3つ目の紹介になります。この動画の前にですね、多分ちらっとお話はしてるかなと思うんですけれども、名古屋遠征に行ってまいりました。はい、まあ、遠征で、まあ、植物屋さん巡りをメインに、まあ、あと他観光ですね、何か所か観光してっていう名古屋旅行をね、1泊2日で行ってきました。でまあその時にね、巡った植物屋さんで購入いたしました。こちら、はい、これがね、パキポディウムグラキリスのベアルートカップございます。ちょっと全体像見てもらおうかなと思うんですけども、よいしょ、はい、こんな感じです。むちゃくちゃでかいむちゃくちゃでかいです。これがね、ちょっと、まあ、手根が短いんでね、どうしようかなと思うんですけど、まあ、ちょっとだけ切ってまたベアルートつけて発根管理していきたいなと思います。まあ僕の部屋はね、わりかし暖かい方かなと思うんで、今からでも発根管理できるのかなという形なので、挑戦しようと思います。ただまあね、まだ日中暖かいにしろ、シートヒーターはね、起動させてやっていきたいなと思います。ちょっとね、またその時のね、動画なんかはね、この次の次ぐらいに、お送りできたらなと思うんですけれども、まあ、3店舗巡ってきました。まあ、これはどこで購入したかっていうのはその動画で、ご覧いただければいいかなと思います。ということは、まあすなわち次の動画はこの発根管理という内容でお送りするかなと思います次回予告、グラキリス発根管理です。はい、そんな感じでね、今回、3つ紹介させていただきました。はい、全てパキポディウムです。やっぱりなんだかんだね、パキポディウムが一番ね、なんか集めたくなる感じですね。いやー、多分3本連続同時撮りというか、この後すぐに発根管理始めます。なのでその動画はその動画でまた撮ってお送りしたいなと思います。そして名古屋旅の動画は、まあ途中は撮ってるんですけど、まあ、エンディングだけ撮ってないんで、今から撮ろうかなと思っております。まあ、そんな感じでですね、今回の動画は以上になります。この動画がね、まあ、このパキポディウムたちがね、良かったなと思ったら、ぜひグッドボタンよろしくお願いいたします。あと、チャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いいたします。あとね、ショート動画、YouTube ショートですね。で、まあ新しいシリーズじゃないですけど、はい、開墾あるある川柳と、命名してショートムービーをね、作っております。まあ今3つぐらい上がってるんかな。はい、もしよかったらそちらもね、ご覧になってみてください。まあね、開墾じゃなくてもあるやろみたいな内容にはなってるんですけどまあ僕が開墾植物好きなんで、まあ、開墾あるあるという形で、名付けさせてもらってるんで、はい、あまり気にせずちょっと見てほっこりしてもらえたらなと思います。はい、であと、Twitter、Instagram やっておりますんで、そちらもぜひね、フォローのほどよろしくお願いいたします。今からこの子発根管理の準備していきます。それでは次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。